トゥーリオレビチビタ、トゥーリオレビチビタ、トゥーリオレビチビタは、イタリアのパドバ出身のユダヤ人数学者。テンソル解析学に貢献し、レビチビタ記号の考案者として名高い。また、レビチビタ接続や、レビチビタに、名前が伝わっている。1873年3月29日、イタリアパドバにて、ユダヤ人家族のもとに生まれ、1892年には、 パドバ大学で数学を学び、1898年にリベラト・トレ・バサニーと結婚した。レビチビタの師匠はリッチ・テンソルとして名が伝わっているイタリアの数学者、グレゴリオ・リッチ・クルバストロで絶対美文学の方法とその応用が1901年にリッチと共に表された。1941年12月29日、ローマで亡くなった。ありがとうございます。